どうもこんにちは、すきです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。今回はですね、 iPad アプリについてお話をしていきたいと思います。最近はですね、こちらの iPad Pro をですね、仕事の時に毎日使っています。そんな中でですね、実際に使ってみていいなというふうに感じた iPad アプリをですね、今回は全部で3つご紹介したいというふうに思ってます。この動画をですね、最後までご覧いただければ、それがどんなアプリなのか、どんな魅力があるのかということがですね、具体的にわかるようになっておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたらというふうに思います。ではよろしくお願いいたします。はい、ではですね、実際に解説をしていきたいというふうに思います。一つ目の iPad アプリはGoodNoteです。こちらですね、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思います。有料のアプリの中でも常に App Store で上位を獲得しているアプリとなってまして、さまざまなノートの形式からですね、目的に合ったものを選んで使うことができるようなものになっています。はい、こちらですね、新規ノートの画面なんですけれども、このような形でさまざまな絵柄の中から表紙を選ぶことができるようになっております。はい、そしてこちらがですね、実際のノートなんですけども、私はですね、仕事で使うときはこちらの点付きとか、正方形とかですね、またはこちらの月間スケジュールみたいなものを使って実際に仕事に活用しております。で、こちらですね、ノートの方も縦向き横向きということでレイアウトを選ぶことができますので、目的に合わせたですね、使い方ができるようになっております。はい、そしてですね、こちらが実際のノートになっています。ミーティングですね、仕事上のミーティングのノートはちょっとなかなかお見せするの難しいので、こちら YouTube のアイデアをですね、書くときのノートということでちょっとお見せしています。実際にですね、こちらそのどんなキーワードを狙って動画を作るのかっていうことのキーワードを決めた上で、タイトルですね、タイトルを書いた上で、そのタイトルの中でですね、実際にどんな内容を入れていこうかっていうのを下の方にこんな感じで入れています。で、こんな感じでですね、あの色をですね、ペンの色とかも、例えば緑とかですね、赤とか、そういうのをですね、色も選択することができますし、簡単にですね、消すこともできるようになっています。で、こちらですね、マーカーみたいな感じで、ここですね、黄色の線を引いたりだとか、こんな感じでですね、ペンの種類も気軽に変えられるのが非常にいいかなというふうに思ってます。はい、例えばですね、綺麗な線を描きたいときなんですけども、こちらをクリックしまして、はい、で、こちら線を引いた上でちょっと時間を待ちますと、こんな感じで綺麗な線に変わります。なので、その後こういう形で移動することもできるようになっています。なので、こんな感じでまた線を引いた上でちょっと待っていると、はい、まっすぐの線になるみたいな感じですね。例えば丸とかもこの状態で止まっていると綺麗な円になってくれます。四角とかもですね、こんな感じでやっていけば、それに合わせた四角の形っていうのをできるようになってますので、ですのでフリーハンドで自由に書くこともできますし、かっちりした線にしたいっていうのも簡単にできるっていうところで、非常に重宝できるノートアプリというふうになっております。はい、またこちらですね、こちらの T ですね、テキストスタイルを使えば、こちらにですね、テキストを入力するようなこともできるようになっています。で、こちらはですね、こんな感じで移動することもできるようになってます。はい、そしてですね、こちらスクショ画面ですね。こちらはスクショ画面を貼り付けて、その上にさらに注釈を書いていくみたいなことで、紙のノートだとこういう風にやるとなかなか難しいと思うんですけども、デジタルノートなのでこういう表現も簡単にできるっていうのは非常にいいポイントかなという風に思ってます。はい、そしてですね、こちらカレンダーなんですけども、こんな感じで自分でですね、こちらのテキストを使って入力したりだとか、手書きで書いたりとかっていうことで、こんな感じでですね、もうまさにその紙の手帳ですね、そういうものに予定を書くみたいな感じで使うことができるので、まあノーションとかでもですね、私はもちろんデータ管理してるんですけれども、こういう手書きで実際にですね、このまあ一覧性あるような形でですね、手書きですぐに予定を書いたりとかできるっていうのは非常にいいかなというふうに思って使っております。はい、次にですね、2つ目のアプリのご紹介です。二つ目のアプリはですね、コンセプトです。コンセプトというのは、自由自在なスペースの中で、スケッチやデザインやアイデア出しなどをすることができるアプリとなっています。ブラシの種類もですね、非常に豊富なので、様々な表現を作ることができるようなものになっております。で、こちらですね、今見ていただいている画面がコンセプトの画面となっております。で、こちらですね、今、方眼になっているんですけども、ドットだとかですね、グリッドなしとか、等尺とかですね、
さまざまなスペースのですね、グリッドのタイプを選ぶことができます。で、先ほどのグッドノートとかだと、ノートのですね、スペースサイズがですね、限られているところはあるんですけども、このコンセプトであれば、例えばこういうふうに書いた後ですね、もっと広いスペース欲しいなと思った時に、そもそもかなりですね、広がったスペースっていう感じで、かなりですね、広くですね、いろいろとアイデア出したりだとか、そういう時にも非常に役立つかなと思ってます。はい、そしてですね、こちらが実際に私が書いてみた YouTube のアイデアの図なんですけれども、こんな感じで色をですね、作ったりだとか、書いたりだとか、こういう手書きをしたりだとか、文字を書いたりだとか、またはですね、画像を貼り付けたりすることができるので、その結構視覚的にですね、わかりやすい表現を自由にすることができるっていうのが非常にいいかなと思ってます。で、文字のですね、線のサイズとかも、こんな感じで、さらに細くとかっていう感じもできますし、で、こちらですね、色を変えるときですね、こういう感じでですね、色の選択っていうのはですね、サークルが広がる形になっていて、正直これだけでも見ていて結構楽しいかなっていうふうに思いますし、で、こういう中で好きな色を選択して書いていくことができるっていうのはですね、非常にいいポイントとなっております。なので、その本当に用途に合わせてですね、いろいろなことができるっていう感じですね。で、ビジネスアイデアをですね、考えたりするときも、こういうマインドマップ的なような使い方もできますし、実際にこういう感じで絵を描いたりしていくっていうこともできますし、広がったアイデアからさらに何か描いたり、文字を描いたり、絵を描いたりっていう形で、かなりですね、しかも、そのこの広い表現の中でできるっていうのは非常にいいかなというふうに感じております。はい、最後ですね、3つ目のアプリのご紹介です。3つ目のアプリはミロです。ミロについてはですね、過去の動画でもいくつか投稿しているんですけれども、iPad で仕事する際にもミロは非常に役立つかなと感じています。で、ミロというのはオンラインのホワイトボードのサービスになっていて、豊富な種類のロジカルシンキングのテンプレートがあるので、それを活用しながらオンラインでミーティングしながらやり取りするっていうのにも非常に使えるアプリとなっております。で、こちらですね、ミロの方が2022年の2月1日からですね、日本語化した製品を投入するということが予定されているそうで、これからですね、さらに日本人にとっても使いやすいアプリかなというふうに感じております。で、実際にこちら画面がですね、ミロのものが出てるんですけれども、はい、このような形でですね、様々なロジカルシンキングのテンプレートから選ぶことができます。マインドマップみたいなものもありますし、で、例えばコンセプトマップを作ったりだとか、はい、スキャンパーという思考法ですね。そういうものを使ったりとか、カスタマーのタッチポイントですね。それに合わせた動線作りをしたりだとか、KWL チャートですね。こちらも過去にですね、動画で投稿させていただいたんですが、こちらはまあ学習とかにもですね、非常に使いやすいものかなと思ってますし、ユーザーのペルソナですね、そういうものを分析したりするのにも使いますし、とにかくですね、仕事で様々なビジネスで、さらに新規顧客を獲得するとか、既存顧客をさらに拡散していくとか、そもそもどんなビジネスをしようかみたいなことを考えるときの様々なフレームワークというのが非常に整っているので、しかもですね、無料から始めることができるので、非常にですね、使いやすいかなというふうに感じています。はい、例えばこちらはですね、私の YouTube の戦略みたいな感じのちょっと簡単に作ったものなんですけども、まあ4象限あって、オリジナル性とか、規定路線とか、応用編、基礎編みたいな形で矢印があって、この中でどういうところを攻めていくのかみたいなことをですね、作ったりすることもできます。はい、またこちらですね、カスタマージャーニーマップという感じで、そのタッチポイントの中でどういうふうな施策をしていくのかみたいなことをこんな感じでですね、作っていくことができるので、そのオンライン上でですね、ミーティングする機会の中でも、こういうのをですね、一緒に共有しながらやることで、さらに視覚化して、なおかつそのデザイン的に整っているっていうのがあるので、非常にですね、相互の理解、お互いの理解がですね、非常にしやすいかなというふうに思いますので、これですね、ミロを一度使ってみると、かなりですね、いろいろな用途に使えるなということが分かってくると思いますので、ぜひですね、私的には一度使ってみてほしいアプリの一つになっております。はい、今回はですね、仕事に使えるおすすめの iPad アプリということで、全部で3つご紹介させていただきました。少しでもですね、私の動画が参考になればなというふうに思っております。またですね、この動画がいいなというふうに思われたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いできればなというふうに思います。それでは本日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。